こんにちは、山本坊主の山本誠司です。さて今日から、山本道場ゴルフ TV を見ていただいている方々に新企画、これをやりたいと思います。この服装にも実は意味があるんですけれども、それは何かと言いますと、やっぱりこう動画を見てるだけで、見よう見まねでやってるだけで、本当に合ってるのかと、ね、いうことに対してどう答えればいいかということで、実は一徹家の人物がいました。それはですね、山本道場の動画の編集の一部をですね、こう担当している、私の家内なんですけども、もう頭にもう動画を通じて知識がいっぱいでございます、ね、でまあゴルフちょっと私もやるわというので、実際に、こうやってみたらどうなるか、そして、それをどういうふうに改善していったらいいのかというのをですね、ちょっとやってみたいと思います。できれば、100を切るまで膨大な、時間がかかるかも分かりませんが、やってみたいと思います。はじめに言いますが、これの難点はですね、やっぱ私の師匠のオーストラリアの師匠のギャリー・エルウィンですね、身内はやめておけと、もう本当に大変だと、いうこと聞かんぞというアドバイスもですね、受けて、もうどうせならそのね障害というか課題もぐっと乗り越えてね、ちょっとどれぐらいいけるかというのをやってみたいと思います。で身内ですから、ちょっと普段のこうフラットなトレーニングウェアでね、このシリーズはやっていきたいと思います。それでいきましょう。はい、これからやってもらいます。ただもうたくさん知識入ってますね、はい、頭、でっかちでね、何回かボールを打ったことあるんですけれども、もうこれが当たるかどうか、多分ね皆さんもものすごいこのその知識というか山本道場だけの動きというかやり方でやると多分こうなってると思います。他の理屈全く知りませんからね。でそれでどうなるかまずちょっと見ていきましょう。じゃあピッチングウェッジから、はい、で最近この企画をやるぞということで、どうも家の練習場もしくはあの素振りをしていますね。はい、行きましょう。はい、忠実です。あれこんなんやったっけ。忠実ですよ。左肩動いてませんね。はい、はい、はい、スポーツの経験は、あと剣道、はい、剣道2段、はい、ね、で、下手くそなバレーボール、はい、ママさんバレーボールやったことがあるということですね。身長170センチ、はい、172センチぐらいです、はい、今日2球ってか当たってる方です、ね、でも本当はどうなんしたいんですか。本当はいつきとか、違う違う、本当はあなたこうパッと構えた時にどういうふうにして打ちたいんですか。本当は、うん、高々と上げて、あ、じゃあちょっとそれやってみて、あったこれどうですか。ものすごい打った感じがします。あ、やっぱり山本投手のやつは打った感じがしない。はい、はあ、なるほどね。もう一度やらせてください、はい、あの好きな方、好きな方、はい、あ、パワフルですね。でまたこれやったらいつも腰痛い腰痛いって言いますね。はい、はい、痛いですね、はあ、じゃあちょっと山本道場式で、はい、はい、
あなたがいつも編集してて、はい、いつきが肩回ってミスしたら、はい、肩回っとるやんけっていうやつね、はいはい、うん、こっちのが安心感あります。距離あんまり変わらないです。5ヤードぐらいしか変わらない、はい、どんどんいきましょう。本人納得してるポイントはやっぱり左肩をこうグッと回してくるのは率が悪いような気がします、はい、編集をしてて、はい、うん、じゃあちょっと左肩を維持して動かさないようにして打ってますね、はい、今日はね優秀です。あ、カメラでこのシリーズで撮ると言うてから、はい、本当はもっとギャースか言うてるんですけど、はいはい、もう距離全然変わらない、はい、だいたいピッチングで82ヤード、はい、あ、気をつけてるところはどこですか。パパンですえ、パパン、はい、ほな自分で編集してて、はい、あ、パパンがいいなと思って編集してた、はい、間違いないです。あ、なるほどね、はい、あ、パパンみたいな感じやもんな、ね、今ちょっと千里も来てますけど、ね、はいはい、今もしパパンをするんだったら、はい、パパンの時にこっちが動くと、はい、もうパンパンとなりますよね、はい、こっちが動かないとパッパンといけますよね、はい、でもあなた今右に行ってくるのは、はい、パッで入るけどパーンといってます。あ、それ課題です、うん、パッ、そう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 、これちょっとこれちょっとヘッポコですね。もう回転を取らないとダメです、回転を。あ、うん、なるほど。あ、そっちの方がいいね。 OK、 じゃあちょっと前で見ててください、はい、これね、これね、確かにボールを打つまでにこういうのは結構できたりするんです。なんでか言ったらボール打つ前にもう何もそのゴルフの知識がなくてボールをどう打ったら、確かにこういう風な考え方もあるけれども当たりにくいってやっぱり普通の人普通に思うから、だからボール当てるんやったらそんなに体動かさんとこれでもいいだろうっていうところまでは結構できたりする、ね、ところがこの状態からやっぱりボール打つときにこうせなあかんやろうと思ってしまって、パパンのパーまではいくけどここからこんなになってしまったりするんですが、はいはい、ボールというのは別にクラブを振り回してこう回転で打つもんじゃないんで、このままいい位置に来たらこのままボールまででいい、 こっちはもう全然あんまり考えなくていい、構えて、はい、パーパン、はいはい、ボーンって言っただけで、こう、こう回転していくんじゃなくてパン、こっちも残る、まあ、おそらくあなたパッこうなると思う、はい、だから回転をしなくてもいいんだというのをやっぱりこう習得するにはちょっと字が書いてパッパン、あ、もうほらパッパン、そう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 、うん、あの打った後一時私の顔見なくてはい、あ、そうそう、いや見なくていいたま右行ってますから、あ、失敗、はい、完全に失敗、ちょっとこう、まだやっぱりこうボールをこうカチンとここで終わればいいけど、あ、終わった、みんなね、あの
実はこれ見てる人もそうですけど、こうやってみんな私もフィニッシュ取ってますから、はい、あれなんかパーンって言って気持ちよくフィニッシュしてるように見えるから、みんなそこをなんかやりたくて強調するけど、はい、あれ別に自然に終わった形なんで、何もなんかパチンって打ってこう綺麗に決めてるあのイメージじゃないので、はい、持っていかなくていいです、はい、ん？パパンで、パンで、止まっちゃう、止めました、まあいいですよ、はい、まさかいやでもね、分からないんです。ひょっとしたらパパンって言うたら、もうこうやってダイヤモンド道場のチャンネルを見て、俺こうやってもらっているかも分かりません、はい、もう初めてのケースですから、はい、行きましょう、はいはい、なるほどね、勉強になります、私も、うん、こうです、あああかんわ、いや、まあまあかな、まあまあかな、うん、左手が思ってるよりはそんな変な形じゃないよな、変な形よし動揺した、いや、ここで止まるがね、うん、ちょっと気持ちは分かる、振るんじゃん、打つんですよ、あパチンって今度、あこのパチンね、うん、ちょっと見てください、上をね、はいはい、振るじゃなくて、はい、打ってるんですよ、構えて、はい、振るじゃなくて打ってるんです、ほう、ボールを打とう、こうやってこうやって振って打とうじゃなくて、パッて構えて、はい構えました、構えたらこの状態のまんま打ってるだけです、打つ打つ打つ、これが振ろうとしたら振る振る、ここ、この形、打つ、はい打つ、はい、はい、打つね、はい打つ、はい、おお、ラスト、はい、打つ、オッケーです、ありがとうございました。山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきましてありがとうございます。評価もぜひ、チャンネル登録はこちら、 Twitter、Instagram もやってますので、登録の方よろしくお願いします。やめろ